こんにちは。来客があってバタバタしておりました。ギリギリ間に合って出てきたんですけども、もうすぐ5時になるところですね。本当季節進むの早いもんで、まだもう5時やというのにもまだ太陽だいぶ上にあります。ギリギリなんとか時報に間に合いました。ごめんなさい、なんとかバタバタしましたけども、ちょっとギリギリ時報に間に合いました。事務所の中へいたんですけども、来客があったんで話し込んでたらもう5時直前でした。行こうか。まだじいちゃんおるから行こうか。慌てた。いや、お礼言われるようなことじゃないんですよね。これは自分が、まあ言ったら好きで楽しみでやってますから、ちょっとお礼を言われると心苦しいです。そんなつもりはないんで、本当、まあもともと動画撮ってたんがね、ちょっと今最近ライブもやってますけども、まあ、その延長線で楽しいことをやらせてもらってるんで、それを見に来てもらうんがやっぱり嬉しいですしね。こうやってコメントも見ながらブツブツ言えんのも、まあ、ハクとブッキーがいてつながりがあるからで、まあ、楽しいです。楽しくなかったらできませんわ。あ、走っていっちゃった。まあ、よく言えばね、このライブの時にもうちょっと画質がきれいに残ってくれたらいいんですけどね、ちょっとどうしても通信速度の関係で遅いんですよね、やっぱ通信速度が。ちょっと今日ほんで慌てたんで、今これスマホ1個だけ単体で、いつものやつギャラクシー持ってきたんで、今日今 iPhone じゃないんで多分画質悪いと思います。
今回ねおつるちゃんも入って頑張れるようになったらいいんですけどね、今はちょっとまだそんな状態じゃないんで。何持ってきた？何木か。じいちゃんに言うといて。じいちゃんに何か食べようって言うといて。じいちゃんに言うといて。こっちこっち。じいちゃん上や。そんなかおれへんわ。上にじいちゃん言うといて。降りてけえへん？降りてけえへん？ねえ。置いた。そこ置くから危ないね、君な。もうちょっとよく置いといて。もうくわえたらあかんや。帰ってけへんかとやれへんぞ。もう一つどこ？もう一つどこ？おれへんや。まあいいか。仲良く。帰ってけへんか？もう一つどこにあるの？はい、はい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 。遅い！早く帰っといて、すぐに呼ばれたら。はい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 。早く。よし、はい、昨日バームクーヘン食べたおつるちゃんですけども、今日はちょっとだけソーセージ食べました。ほんとちょっとですけどね、たくさんじゃないです、ほんとにちょびっとなんですけど、自分で見てついばんで食べました。よいしょ。
これ開けにくい。じいちゃん持ってきたやつやけど、これほんと開けにくい。はい、さっき箱あげよう。はいはい、ぶっちゃもう一回箱ちゃん。あ、いや、今はね、ちょっと iPhone 持ってきてないんですけどね。今日はこれ今 Galaxy なんですけども、 iPhone は別に使いにくいわけじゃなくって、今開けにくいって言ってたのはソーセージの封を開けにくいという感じでした。iPhone はもう慣れたんでね、使うこと自体はよく動くし、やっぱ快適ですね。画質が綺麗し、その方がいいんで、本当は今日もピクセル3で、それカメラじゃないんですか。まあね、iPhone いいの分かってるんですけども、値段も高いですしね、Galaxy もそこそこ。ああ、はいはい。Google のやつね、ありましたね。あれ、ピクセルやったっけ？そうか、そうか。私が使った感じで、今までも、まあ、iPhone、持って使ったのは初めてですけども、まあ、貸してもらってちょろっと使ったことはあったんですけども、まあ、その時から古いやつから思ってたのは、根本的に Android と動きが全然違って、画面触った時の反応とかそんなんも全般的に iPhone の方が今もやっぱり優れてるなと思います。地図を拡大縮小する時の動きなんかもかなり違いがあるなと思います。 Android はまたね、 Android ええとこあるんでね。この子も頭結構ね、ハゲてたんですけども、ハゲてるところ大体みんな毛が生えてきて、ハゲじゃなくなりました。ハク、ハク。はい、言うといて。ね、私のことですか、ハゲてる集いっていうのは。じいちゃんと私のことでしょうか。まあ親子なんでしゃあないですけどね。これ鶏さんの羽ってね、最初芯みたいなのが出てきてね、その中に束ねてね、包んであるんですよ。それが先っちょがね、開いて、そこから先だんだん毛がね、伸びてくるんですよ。一本の筒みたいなの中に入ってるみたいです。その先っちょからね、順番開いて伸びてきます。また何か加えてる、また木加えてんの。おじいちゃんもまた、じいちゃん上がってしもうたやんか。もう降りようか。そうそう、鳥もみんな一緒ですよね。小さい時見てるとよくわかりますけども、羽が生えてきた時ってそうなんですよね。もう鶴ちゃんがね、このトサカの色が今全然違うんですよ。ちょっと白っぽくなって折れてしまってね、
いかにも元気がないっていう感じで。あ、ちょうど今夕日が沈んでいきます。バイク屋さんちゃいますよ。おじいちゃんはサラリーマンの、印刷屋さんでした。大手印刷会社に勤めてましたね。ちょうど日没なんでちょっと見ておきましょうか。ちょうど今沈みかけて半分ぐらい肉眼ではね沈んでるように見えてます。そうですね、お店っていうのもともとは四輪の整備をあそこでやってたんですけどね。でバイクは趣味でした、遊びでした。そこから自動車の整備から、バイクの修理と販売に移ったんですけどね。今もほぼみんな沈んじゃいました。太陽の上向いてね、ちょっと柱みたいな感じでピュッと上上がってるのが見えますかね。あ、なんか肉眼で見ると上ピュッと柱が上がってます。太い太陽の太さの。なんか今の山の名前が違ってたぞ。妙見山ですよ。ね、綺麗ですね。なんか後ろでガサガサしてお待ちかねの。ちくわ。あ、踏まれた。あ、お父さんが食べるの。ちくわでした。私もちょっとお腹空いたんで今食べてます。そう、妙見山ですね。え、帰ってきたの？あ、みんな来たやないの。ねえ、お父さんの名前を跳ねるか。あ、取られた。ニワトリさん卵産んでないですね。さっきちょっと見てきたんですけども産んでないですよ。またこいつ、こいつやったかな、これじゃなかった、もう一番の方かな。ウムウムサギや、ウムウムサギ、それから食べたのかな。さっきも見たんですけど、あれから
踏んでないと思いますわ。ないない。よし、ちょっと向こう明るいとこ行こう。あ、こいで。あ、今日夕焼け綺麗です。めっちゃ夕焼け綺麗。ちょっとわかな。本当今日はサンピラーというんですか、私ちょっと名前知らないですけど、あの画面で見るよりも 実際もうちょっと上までね、ピューッとこう雲の上まで伸びてるんですよ。綺麗に見えてます。時々こんな感じになる時あるんですけどね、今日は長く見えてます。あ、今卵買ってますよ。全然足らないんでね。私卵好きですし、白土武器にもあげてますんで、今は卵買ってます。あの大きさ不揃いの安い分ですけどね。あ、電気つけたままや。もうおしまい。そんなわけ食べんでよろし。回らない。待ってもないよ。みんな帰ったか。みんな自分で帰ってくれました。ミックスのね、そうそう、不揃いのやつね、あれをいつも買ってきます。大きな卵ね、あの産んだら、この子ら産んだら大きな卵、あ、もう吐く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 。吐く、出といて、吐く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 。こりゃこりゃ、ぶっちゃ汚れる。あの、なんで大きな卵が規格外で販売されないのかなっていうのをね、前からちょっと疑問だったんですけどね、ここのとこ産んだやつを持って帰るのに何回か割れたんですよね。よく考えると、ちゃんとケースに入れてるのに割れるのは、やっぱりケースの底付きしてしまって、ちょっと何かあった時にも上と上下で挟まれると割れちゃうみたいで、新しい違う大きい用のケースを作るのがきっと、うん、採算合わないんでしょうね。大きい卵は普通のケースに入れると割れやすいっていうデメリットがあるみたいですね。こんなこっちの方まですごい日が差して夕焼け綺麗です。そうそう、まあ、おつるちゃんも含めて、おつるちゃんはね、昼もお話しましたけど、皆さんとの距離をね、本当に一気に縮めてくれた功労者なんで、なんとかね、ちょっとでもいい思いしてほしいという反面、結局ダメなんだったら長く苦しましてんのかなっていう気もするんですけどね。昨日もちょっとお話しましたけども、でもまあそこはね、やっぱり気持ちとしてちょっとでも長く生かしてあげたいとかね、自分で飲めない水やったら飲ませてあげたいとか、そういうのがね、やっぱり気持ちとしてはあります。今日は慌ててライブ開始したんで、通知がいかなかったんだと思いますよ。セットしてからも即始めちゃったんでね、5時の時報に間に合わそうと思ってやっちゃったんで。
うん、そうなんです、家畜ではないんで、まあ本当にペットと飼ってる中でその延長で時々卵産んでくれてっていうぐらいで良かったんですけど、まあ思った以上にたくさん卵産んでくれて、毎日8羽いてる時に毎日10個あった時もありましたからね、一時。まあ、そんな頃は友達にも、1日10個も食べれないんでね、近所というか、下の友人に、お米くれる友人にあげたりしてました。ハグ、上上がろうか。ああちょっと上がってきただけでもう夕焼けがちょっとまた変わっちゃいましたね。この下の方が赤くなってきました。今日はちょっと突然バタバタと慌てて始めたんで、電池も持ってこず、スマホも1個しか持ってこずで、最後に音楽も流せません。電池もね今何パーセントや、残り 28%。 ただ今日はちょっと大工仕事をしている時の動画を、撮ったんで、それを夕方じゃない夜のプレミア公開に使いたいと思ってます。ハグとブッキーが、私が大工仕事してるのに横で見ててくれましたんでね、その動画をちょっと残しましたから、よかったらそれ見てやってください。その後ちょっと散歩に出たんで、結局長さとしては大方50分ぐらいあったと思います。緊張するとね、やっぱりトイレが近くなるんで、私も50分持たないかもしれないんで、先にトイレに行ってからチャットに入るようにしますんで、もし時間ある人はまたチャットも入ってください。もちろんチャット入らずそのまま動画だけ見てもらっても結構ですけども、私がブツブツお話しする内容がね、チャットを見てないと合わない部分があると思いますんで、まあ、よかったらチャットも見てもらったらいいと思います。今日はまあ土曜日ですし、またね時間のある方は参加してください。その中でちょっと今回は最後に、いつものねダニーボーイと違う曲もちょっと流してみましたので、それもまた聞いてみてください。手前が11歳の琥珀でお姉さんです。向こう側がこっち向いているのが弟のいぶきで10歳、お父さんが同じ、お父さんです。お母さんは違うんですけども、できるだけプレミア公開の手前スタートするのが
10時過ぎなんです、10時ぐらいなんですけども、セットするとチャットができるんで、45分までにはセットしてチャットできるようにしますと言いながら、昨日帰って寝ちゃったんです。でちょっとセットするのが昨日遅れて、もう50分ぐらいになってしまいました。まあそんなこともあるかもしれませんけども、またよかったらお付き合いくださいね。31分ほどたくさんの方お付き合いいただいてありがとうございました。また10時にお会いできたら嬉しいです。そう、結構ね段差あるんですよこれ。結構高さありますからね、まあ、来てもらったら分かるんですけども、絵で見るとねあんまり分からないんですけども、結構あります。はい、では失礼します。大阪府豊野郡豊野町、桐畑、また10時にお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。失礼します。